どれだ、これか。あ、もしもし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 。もしもし。あ、大丈夫ですか、聞こえますか。はい、聞こえます。先生、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうすか、何がすか。何回ぐらい、な、どうすか。ああ、タルコの生活どうすか。まあまあまあ、ドライフィールを今持って帰ってきたぐらいかな。あ、うん。それ高いよ。そう、高いらしいんですよ。教えてもらった。教えてもらった。やるね。高いんだよ。いや、それは大きな一歩。え、帰れたの。いや、あの NPC の多分サプレッサーによって強制送還です。あ、ポーチに入れたってことか。あ、そう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 。まだ脱出できてない。で、できてない、できてない。まあ、せやろな。うわ、いや、違う違う違う、せやろな。本当に本当にむずいから。本当にむずい。本当に帰るだけで、うん、めっちゃむずいから。え、装備どうなってる今。装備はね、ハンドガンが6丁ぐらいと MP5 と AK74 と AK SV98 と AKS もある。あ、 MPX もある。あ、結構今持ってる。うん、まあ、多分何も分からずに持ってってもなくなるんで、はい、断言します。すぐなくなる。僕すぐ溶かしたんで。ハンドガン。ハゲハンドガン。ハゲハンドガンやりますか。ハゲハンドガン。ハゲハンドガン。共に。何ハゲハンドガンって。ワンチャンマンで、ワンチャンマン。ワンチャンマン。ハンドガン一丁持って走り回る。はいはいはい、ああ、いいよいいよ。一応ちょっと散歩しますか。あ、いいよ。散歩しよっか。ちょっと一緒にちょっと。ちょっと散歩しようよ。散歩しようよ。散歩しようよ。いいんすか。ちょっと最初、はい、もちろん。リザーブ行ってた。うん、リザーブ、あ、リザーブ行った、リザーブ行った。リザーブ。リザーブでなんかあの変なタワーみたいな場所登ったよ。タワー。あ、なんか本社みたいなこと誰かが言ってたけど。ああ、そこか。なるほどね。なんか上に球体ついてるやつ。はいはいはい。あそこ。なかなか面白いことできるんで、ちょっとそれはまあ後の話として、ちょっと一緒にもうとりあえずやろうよ。いいよいいよ。とりあえず。とりあえず。いいよ、それは後の話。俺全身真っ赤だけど大丈夫。え、あ、回復か。回復持ってないの。回復持ってると思う。え、回復ってどれだ、バンテージ。なんかね、いや、AI2。AI2。回復やめてね、回復しないとダメ。あった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 。ポーチ、このポーチさ、何使ってる。ポーチ、ガンマ。あ、ガンマか、闇落ちか。専門用使っちゃった。怖い。いや、これ、エッジトゥーダークネスエディションを通称闇落ちって言うんだよ。ごめんごめん、ちょっと専門用出ちゃった。悪い。悪い、ちょっと初めて1時間の人間には酷だったな。いや、でもやっぱ先生なんでね。いや、ためになりますよ、ためになりますよ。いや、闇落ちね、俺は。いや、そう、闇落ちしてるんです。闇落ち、じゃ、ちょっと回復アイテムだけは持っておいた方がいいから。回復アイテムだけは、じゃあちょっと現地で、回復アイテム、死んだ時のために1個あげるわ。結構めんどくさくなるんで、AI2 だけだと。OK。じゃあもうハンドガンとマガジン2個とかで大丈夫。余裕よ。余裕よ。OK。これどうしたら一緒にできるんだ。まず、キャラクター選ぶじゃん。はい、キャラクター選ぶ。PMC。PMC で、NEXT で、はい。リザーブで、はい、14時48分にしようか。同じ時間帯同じマップ選んで、あ、はい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 、でネクスト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 5回ぐらい押すと、なんか自分のキャラクターと右に名前がずらっと出てる画面が出てくる。ああ、はいはいはい、出てきた。そこで、はい、自分のキャラクターの下に名前があって、その下にスタートルキング4グループっていうのが多分あるから、はいはいはい、そうして出てきたわ。リアルシャギン TV レベル1。あ、これで止める。お、あ、イエス。行こうよ。おー、行こうよ。とりあえずやってよ。おー、すげえ。とりあえずやろうよ。あのね、この、ちょっと俺、このゲームにおいて、はい、これだけは譲れないっていう信念を一つ持ってて、おー、はいはい。一つだけ信念持ってんの。オッケー。従うよ。これ、胸に、これちょっと従うとかじゃなくて、俺のモットーみたいなのがあって、装備の重さは命の重み。社格？え、ちょっと待って、もう一回。装備の重さは命の重さなんだ。おお、つまり。つまり、
ハンドガン一丁が一番気楽ってことだよ。行こう。射角行こう行こう行こう。わかりました。わかりました、先生。やべ、ちょっと緊張すんな。いやー、俺ちょっと、緊張するわ。緊張する。物言わぬ、物言わぬリスナーとしかやったことないから。ノン VC の物言わぬリスナーとしかやったことないからちょっと緊張するわ俺。本当に人なのかってちょっと疑ってしまうぐらいの。そこまで言ってない。そこまで言ってない。なんかやってるうちに気になったことだったら言って、うん、俺からパパパって多分言わないから。あ、オッケーオッケーオッケー。やってるうちに気になったことがあったら言ってください。オッケー。散歩しようよこれ。散歩。いやでも、ね、俺これ味方殺しちゃわないかめちゃくちゃ不安なんだけど。なも日常茶飯事よ。日常茶飯事。日常茶飯事なんだ。日常茶飯事。まあでも大丈夫。こんな弱そうな装備してる人多分そんなにいないから。いやそう。さっきだって俺めちゃくちゃ遠くからスナイピングめっちゃされてさ。でその辺が脱出のマンホールだよって言われたんだけど。はい、はい。めちゃめちゃそのなんか崖上をバシバシ撃ってくるやつがいて。こっちハンドガン一丁でマガジン2個ぐらいしか持ってないからそのパンパン撃てないからさ、めちゃめちゃいじめられたわ。まあ、絶対勝てないからね。ワンチャンはあるけど、どんなにあれでも顔に当たったら死んじゃうからこのゲーム。ああそうね、らしいね。そうね、いきなり何でも聞いてって言って分かんないっていう。まあそうね。まあそうね。そうね、うん、一応まだいや何ができるか分かんないからさ。ああ俺が何ができるか。違う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 。あのこのゲームがよ、このゲームで何ができるか分かんないから。そうそうそう。いや何でもできるけどね、何でもできるけどね。一生軽装でお金を貯めて、うん、金が貯まったらやっぱ装備がどんどん 強いものを着ていけるわけじゃん。はあ、ははあ、結構圧倒的な差があって、装備差って。おう、なんかあれじゃん、めちゃめちゃ硬いメットとかつけたら、うん、頭一発じゃなくなるんでしょ。その撃つ武器とかにもよると思うけど。そうだね、殺さなくなる簡単には。胴体に30発撃っても強い山だったら、うん、弱い武器だったら殺せない。マジ、ほぼ怪我させれない。へえ。だからひたすらお金集めてる人もいるし、うん、まあ軽装ですごいやっぱエイム強い人とか頭当てたら取れるわけじゃん。ああ軽装で多分、敵のやつを奪ってる人もいると思う。ああ何でもできますよ。まあでも俺結構貧乏症だからな。わかる。そう、手に入れた武器とか多分2個手に入んないと持っていけないと思うんだよね。いや 俺5個あっても持っていけない。マジ。うん、持っていけない。あれ街入ってるこれ。マッチング入ってる時間。いや、あ、今4分20。あ、うん、じゃあ入ってるのか。マッチもそうだっか。俺もさっき6分ぐらい買ったわな。え、一応あのなんだっけ、サーバーはオートマチックみたいなやつにした。はいはい。え、ちなみにプレイ、関さんのプレイスタイルはどんな感じなの。俺は大丈夫。もごもごし始めたけど大丈夫。なんか自信が自信がないのが透けて見えてるけど。まあ僕もまだね、初めてそう立ってないんで。はい、ちょっとまだまだちょっと平和だね。平和ですよ。平和のプレイヤーですよ。でもさ、このゲームはそんなにドッタバタドッタバタ走り回って殺しまくってる人ってあんまいないでしょ。あんまいないね、うん、基本ゲームがそういうゲームではないよね、あんまり。そうね、まあどんなに多くても 4,5 人しか殺せないからね。あ、へえ。いや、めっちゃ上手い人は多分もっと殺せるけど、マップとかによっては。あ、へえ。そんなにリスキーだからね。死んだら終わりってのかな、全ロスっていうのかな。まあコンテナに高いもの入れられるから。あ、それで。ちなみに落ちてるアイテムって共有、誰かが取ったらもなくなるんだよね。もちろん。そうだよね、もちろん。あ、なるほどね。これマッチ、あれ外れてるかもな。人が多いとマッチングしないみたいで。おう、今なんかすごい人が増えてるから。ああ、サーバーがパンパンみたいな感じ。そうだから人が多ければ多いほど普通のゲームってマッチング早いじゃん。そうね。でもなんかあれみたいな、なんか飲食店とか、人が多ければ多いほど並ぶじゃん。飲食店みたいな感じになってて、
箱が少ないから上限が決まってんのか。そう待たされるみたい。とはいえ遅すぎるなこれは。さっき俺8分ぐらいだったらしい。マジでこのマップで、うん、なかなか待ったね。で14分で死んだ。14分は頑張ってるでしょ。ほんと？俺10分待って1分で死ぬことある。そんなばっかだよマジで。今日のゲーム10分待って1分で死んでみ。そんなばっかよ。ああ命の重みやな。そうマッチングの際命の重みにつながるわ。他の方他行った方がいいかな。いいよ任せるよ全然。俺よくわかんないからちょっと入れ直してみましょう。オッケー。マッチング、いや10分マッチ1分プレイきついな。きついよ。きついよ。ってことは1分で死ぬってことはそれだけ近くに敵がリスポンする可能性があるってことだね。わくわくマジでわく。場所によるんだけど俺今自分の音と敵の音が聞き分けられないからな今。ゲーム内アイテムにヘッドセットがあって、それをつけないと足音基本的に分かんない。聞こえないんだ。うん、それもでもヘッドセットも拾わなきゃいけないでしょ。で死んだらなくなるし。買わなきゃダメね。あ、うん、買うんだ。なくなる。売ってる売ってる。あ、俺ダラーいっぱいあるよ。ダラーダラーダラーでは買えないけど。あ、ダラーでは買えないんだ。モルヒネって何使うのこれ。気持ちいいやつこれ。なんかちょっとステータスが上昇するけど、あクエストに使う5本はだから5本は取っといて他は売っていいと思う。これなんだ。バンド。何でも聞いてよ。バンド。何でも聞いてよ。バンテージ。それは出血を治す。あ、これ出血治すんだ。そう、出血を治せる。でも、あんまり使わない。なんか上位の回復キットだと一緒に出血も治るから。あんまり使わない。結構やばいとこ行っていい？いいよ、いいよ、いいよ。全然何でも。わかった。ショアライン16時10分来れる。あはいはいはい、あるあるある。よろしく。おう、オッケー。ちなみにこれってさ、パーティー組んでて俺死んだらどうなるの？感染できる？無理。終わり終わり。強制そうか。終わり。強制そう。いやマジかよ。死にたくねえ。いや見れるんだったらな、死んで上級者プレイ見るのもありかなって思ったけど。上級者プレイ。おお、上級者。さっきさっき語ってたじゃないですか、装備の重みはなんかゲームの重みとかなんとか。どこにいた上級者。嘘でしょ。散歩しよう。散歩しよう。このマップは俺大好きなんだけど。おお。あ、特徴は特徴。お、早い。あ、特徴。ほう。特徴。いや、もう何でも聞いてよ。ここはマップのど真ん中に。はい。リゾートっていうすごい美味しい建物があって、プレイヤーはみんなそこに向かうから、おう、そこに行くとめっちゃやばいけど他のところは安全。行きたい。ちなみにちなみにめっちゃやばい。ガチ装備のやつが来る。ガチ装備のやつが来る。逆に言えば頭半端なんで、もし抜けたらワンチャン抜けたら、めちゃめちゃうまいってことでしょ。めちゃくちゃうまい。関さんはよく行くの？よく行くね。おお。行く？行っちゃう？行っちゃってもいいけど、でもこれマップわかんないけど合流できんのかな？あ、一緒のとこで湧く。グループ組んでれば。うん。行っちゃう？ちょっとや、ちょっと行こうか。ああ、いや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 。怖い怖い見たと見る。あ、いやいや、一回見てみたいね。一回見る。でも勝ったらめちゃくちゃ美味しいじゃん。そう。じゃあちょっとこっちですね。ぼぼぼ。あ、回復渡しとこうか。これポーチに入れといて。お、いいの？ありがとう。うん。これ死んだ帰った時に戦場に持ってくるんじゃなくて、倉庫に入れといて、倉庫で回復するのに使える。それありがとう。容量がすごい大きいから。関さんのキャラクターはギュンギュン飛んでるけど、これ大丈夫かな。マジ？おうん、ラガーマン持ってる。あ、でも今大丈夫かな。今大丈夫だ。開幕だけだった。なんかあんま指示中しないって言ったけど、スタミナって走りすぎると左下、はいはい、赤くなるじゃん。おう、赤くなったし、なったらもう走んのやめた方がいい。あ、赤い状態は回復速度がめっちゃ遅いから、はいはい、かなり効率が悪くなっちゃう。あ、それだけかな。このへえへえっていうのも敵に聞こえる。聞こえる。ああ、なるほどね。あ、手ぶれがめっちゃきつくなる。サミナない状態だと。あ、
あとマウスホイールで歩き速度ちなみにいじれる。あー、オッケー。歩き速度は。まあ俺はこの辺のしょぼいの当たってもいいけどね。いや俺もいいけどね。俺も別にいいけどね。ああ本当に。ああ俺も全然いいけど、ね。逃げるリゾートから。うん。まあ逃げてもいいけどね俺は。あこれ真ん中のがリゾートこれ。あでそれ全然リゾートじゃない。あこれリゾートこれ端っこ。それたつまで全然端っこ。全然リゾートじゃない。全然リゾートじゃない。本物のリゾート見たら俺何するの。なるよ。俺がリゾートかってんの。これリゾートじゃない、ね。ただ村だね。一回だけっていうのどうせ失うもんないからね。おお、まあでも俺は別にいいけどね、この辺のしょぼいの。本当に？まあまあじゃあちょっと一回遠くからちょっと見て考えようか。まあまあ遠くから、うん、あそうだ遠くから見てみようか。うん、見るだけ見よう。うん、一回そのリゾートを確認したいわ。どのくらいリゾートなのか。結構リゾートしてる。なんか関さんスタミナ多くない？ああこれね。ゲーム内でもマラソン強いの。キャラクターにレベルとスキルがあって、あ出たー、走れば走るほど発見したサミがどんどん上がっていくの。俺まだ低い方よ。ずるじゃん。高い人は一生走れるみたい。マジ、うん、ずるじゃん。やってる人の特権ない。あれリゾート全然ない。リゾートだね。あれリゾート、俺リゾートだね。ちょっとあれ見ていくかどうか考えよう。あいや大丈夫、そんなに近づいて大丈夫大丈夫、多分大丈夫。ちなみにこのゲームアーマー着てなかったら、うん、胴体に奴らで死ぬ。マジで一瞬で死ぬ。はシャカクが当たる。あ、そっちちょっと待って。こっち回ろう。あ、いいよ。こっちなんだね。スカベンジャーが湧いちゃうから、絡まれると。スカベンジャー、あの NPC がモブが湧くから。なんか喋ってる右で。そう、こいつ NPC スカベンジャー。やってる。やってんね。おー、やってるぞ。めちゃくちゃ怖い。ちょっと怖いものさんに行こう。あ、行こう。いやいやいや行きたかったんだね。俺は別にちょっとなんかね、ああちょっとね、あせっかくここに来たんだったら、ああ見た方がいい。リゾートのあれを味わってほしい。鬼畜さ。だそんなにでも敵来ないときはマジで来ない。当たりマッチもあるんだ。なんかこのゲーム結局先に入られたら相手回されないから諦めて帰っちゃうんだよね。先にいるわってなったら。あ、関さんどこ行っちゃった。あ、いたこれはリゾートよ。おお、あ、固まった。あ、乗った。口振り多いこのゲーム。おお、マジ怖いんだけど。あ、ロシアか舞台は。え、そんな入り方すんの。大丈夫大丈夫。ほんとに。ちょっと聞いてよ。シャガも一緒に聞いてくれ。あ、ちょっと、あ、いいよいいよ。トイレにこもった。ちょっと今日でヘッドセットしないとマジで聞こえないんだよ。ヘッドセットしてる。それしてない。聞こえる？全然聞こえなくない。じゃあいないんだ。じゃあいないんだよ。いないんじゃん。あさるだって足音しなくない。しないよね、うん、行こうぜ行こうぜ行こうぜ。みんなうまおいしいおいしいおいしい。フリーファーム。え、ちょっと待って。大丈夫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 。多分向こう大丈夫。本当に大丈夫。なんかね、これ鍵があるんだよね。俺鍵持ってんだよ。ああ、だからか。俺さっきドア蹴りまくったんだけど全然開かなくてさ。これとかさ、開けれんの。鍵を手に入れんの。開けてよ。俺開けれんだよ、俺鍵持ってんだよ。すげえ。それ消費アイテム。鍵持って…おう、もう違う。やばい無限に使える。鍵無限に使えるから、これこう違う。で、こうやって漁れんだよ。すげえ。漁ろう。あ、なんだ。あ、グリズリー邪魔じゃない。グリズリー。邪魔じゃん。いいよ、後で渡すか。いいの。へえ、やばい。シャガ。あ、ちょっと、あ、ごめん。これどうやって落とすんだ。右クリディスカード。ディスカードか。これいいよ、注射針。見てこれ。ああ。ああ。喜んだ時期あった。おい、喜ばせてくれよ。ええ、それ強いよ。本当に？本当。あめ、指滑ってしまったことあった。あはは、それ強いよ。あ、なんか腕時計拾った。ローラー。熱い。それ高い。高い。ポーチに、ポーチに。あ、くそれ7万ぐらいする。マジ？めっちゃ高いそれ。足音してるぞ。本当に？足音が、いや、この音。これ結構遠いの？あー、対側じゃないかな。ウェストと、イーストタワー、なんかイーストウィングとウェストウィングがあって、多分向こう側だと思う、これ。あー、なるほどね。隣行けると。あ、でもこれ開かないんだ。ちなみに、最初
あ、でもその銃はいいか。シングルになってるから。ああ、はいはい。オッケー。なんかショットした気がするね。聞こえる？聞こえない、聞こえない、聞こえない。じゃあ気のせいか。ああ、気のせいだ。いいか、いいか、いいか。うん、俺の気のせいだ。めっちゃイブ持ってるやん。拾っちゃった。使う？いや、大丈夫、大丈夫。いや、大丈夫。あ、やべ。おい！ここも開けないんだよ。あと、そうだ、腹とか減ってない。腹はね、どんどん減ってくんだよ、それ。どれだっけ腹？ちゃんと帰って、HP の装備欄の下、水のマークと電気のマーク。電気、あ、電気73。水85。現地で拾って飲んだりしないと、なくなっちゃうんだ。帰るたんびに、そう、帰るたんびに補充しないとなくなるから。多分言うてそんな漁れないっしょ。カバン持ってきてないから。まあそうね。そうなんだよ。これちょっと見学だからね、見学。まあ見学やね。そう、見学だから。これ多分、はてなマークになってんだよね、これ。あー。弾、まあ、はてなマーク。オルトと T で何発ぐらい入ってるか分かる。あー、結構入ってるぞ。結構入ってる、結構入ってる。分からんけど。分からんけど結構入ってる。しゃがぐんなら大丈夫だよ。すげえここおいしいけどもう持っていけねえよ。俺カバン持ってきてねえから。こんなフリーファームだと思わなかったから。持っていけねえわ。もったいねえ。もったいねえ。マジで帰りたくない。もったいねえ。あ、 AKS あるよ。 AKS、 AKS。 あー、でも俺 AKS 持ってた。俺いや2丁持ってる。持っちゃ、足持ちちゃ。え、おっぱい、おっぱい、おもういるな。本当だ。倒すか。いいよ。ポーチに目星いいもん入れたら戦いに行っちゃっていいんじゃない。もう俺たち最強じゃん、武器。結構最強でしょ。2人いたら、ま、負けないじゃん、このゲーム。あ、あ、ちょっと、あ、無理。こっちだ。あんま、あんま俺と変わんない。あ、怖えんだわ、ここ。マジ怖いんすわ。いつも俺ブルってるもん。あ、あ、なんかいる。びっくりした。急ぐ、行っちゃう。はっはっ。あ、だけ持っていくね。あ、いいよ。ここにグレーが多分湧くから。近くね。近い近い、結構近いと思う。近いよね、これ。なに、アクア、アクアマリ。水かな。水だね、それ。ただの水。あ、そうなんだ。水、水筒だね、水筒。グリーンっていうの。オッケー。うまそうに飲んでんな。うまそうに飲んでんな。いく？いいよいいよ。ちょっと待って。これ箱あると開けたくなんな。いいよ、開けて開けていい。落としてるぞ。あべ、なんか野蛮だな。関さんどこ行った？いや、怖い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 。いいで。このピーチクパーチク喋ってんのも人？これはスカベンジャー NPC。喋ってるぞ NPC。え、怖いね。怖いんだけど。あ、二人いたら大丈夫だよ。大丈夫か。うん、関さん先行って。うん、俺先行く。いや、そう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 。めちゃくちゃ怖いじゃん。え？上見ていい？いいよ。あの、ここの上に100万円で売れるアイテム湧くんだよね。100万円？さっき腕時計7万ぐらいで高いって言ってたのに。100万円よ。この奥にちょっと湧くんだよね。これ多分フリーファームだから、うん、あー開いてね。まああったら俺は、うん、シャガ君にあげるよ。いいよいいよいいよ、約束するよ。あったらシャガ君にあげるよ。いや絶対くれる。あんま今回はなかったね。あー、ないの。ほんとに、ほんとに、今なかった。あったらシャガ君にあげたんだけどな。惜しいな、今回なかったね。そっか、ほんとかな。 CPU ファン。あー、まあまあ別に、まあ別に、うん、余ってない。うわぁ、撃たれた。え、いやでもこれはあれだよ、うん、スカベンジャー。あ、いた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 。アーマー来てないから、アーマー来てないから2発買った。やべ、気をつけて。2発買った瞬間気をつけて。いてぇ、やってたのあれじゃないの。やばいやばいやばい。大丈夫？わかんない。財布持ってる。自分が食らったかどうかもわかんない。あ、食らってない、食らってない。じゃあ反対側行くか。走ってた、うん、やり行こうぜ。いいよ。弾全然入ってね。
ワンチャン殺したらマジ美味しいから。オッケー。こうぜワンチャン。何もうこれグリズリー使っといた方がいい。あ、減ってるんだったら使っちゃった方がいい。あとね、23% とか23とか40とか47とか40になってる場所がある。場所がある。ヘッドとかレフトレックとかライトレックとか。グリズリー今持ってないよね。持ってるよ。あ、持ってる。いいよ使っちゃって。あ、いいんだ。もちもち。なんかね、この胴体とヘッドの HP がゼロになったら死ぬ。他はゼロになっても死なない。へぇ。あ、マックスになんなかったぞ。あー、なんだこれ。何回も使えるの？何回も使える。あー、なるほどね。そう、1800総量あるから、1800分回復できる。めちゃくちゃ強いじゃん。でも、戦場には持ってこないね。容量でかすぎるから。自宅回復用。Oh, yeah. まあ股間だけ赤いけど大丈夫だよ、とりあえず。股間だけ赤い。股間だけ赤い。いや、あ、ゼロ、ゼロ。いや、47。70分の47。はい、いいよ、回復しちゃった。OK。発射する！入って！なんだ？硬い硬い硬い。ちょっと、な、俺なんか手が。倒した？え、つえ！いやいやいや、ただの NPC 使えんじゃんだよ。マジで？あれ？でも、どこまで NPC が入ってくる？いる！弾がない！弾がない！やった。もう弾ねえわ、俺。ここまで NPC 入ってくるってことは、いないんじゃないかな、プレイヤーは。入ってこない、普通。他のやつに。ああ、やられて？うん。ちなみに、現地でこうやってスカベンジャーを殺せると、カバンとか現地で採取できるから、美味しい。ああ、なるほどね。なんだベストベストともらっとか。そいつカバン持ってる？こいつカバン持ってないな。あ、いいよ、こっちにあるから使ってください。オッケー。なんか大変だな。むずいわ。ありがとう。ハンターじゃん。クリック弾ないからもらおうかな。あ、どうぞどうぞ。こっちは結構あるな。なんだ、 AK いる？いや大丈夫かな。あ、こっちも結構あるな。ナイフとかってゴミだよね。一応8本集めると MP5 に交換してもらえるけど。あ、なるほど。あ、俺は最初集めてたけど今は集めてないな。はい、とりあえず俺じゃあ持ってっとくか。はいよ。めっちゃ物騒な見た目してるいや、バーラクラバ持ってたからあ、ガンパウダーだ。これ高いよ。あ、いいよいいよ。ミス案内、一応持っとくか。じゃあ、うん、なんか俺もよくわかんないのは、多分でもこれ帰ってると思うわ、他の人。ああ、脱出しないってこと。あんまりね、長い、そう、あんまり長いしない。あさり切ったら帰っちゃうから、ここ。OK。いやー、これ、見てみる。うん。顔合わせた時にめっちゃビクッてするな。リグ調べる？リグ調べるってなんだ？ああ、これか。あ、サーチができる。中身のあれが分かる。あ、なんか入ってるぞ。 VPC マガジンかな。なんか四角い、黒くて四角い。マガジンね、多分それは。ああ、マガジンか。マジこのゲーム見る場所多すぎてさ。おう、しかも撃たれたり死ぬ死ぬわけじゃん。そうだね。あ、全部クリアリング絶対できないでしょ、こんな。あ、これ、プレイヤー死んでる。オッケー。ハンダが持ってる。うめえ。いや、ハンダずっとりなよ。タグと。タグ？この、ドックタグ。はいはいはい。デビ。プレイヤーの PMC。これ名前？名前。バック入ってるよ、これ。ん？バック入ってるよ、これ。したい。あ、ありがとう。もらおう。
いなさそうだな。ハエナしようぜ、ハエナ。いいよ。逆に良かったわ、のんびり、のんびり誰もいなさそうで。うん。びっくりした。もう、この後に NPC って湧くことある？ NPC も湧くのかな。 NPC は分かんないけど、プレイヤーは普通に湧いてくる。遅れて、プレイヤースカベンジャーが遅れて湧く。 PMC は湧いてこない。はあ、はあははあ、え、固まった。おー、固まるの怖いな。ここ見ていい？ここにさ、いい、噂では2000万のアイテムが湧くって言われてるんだよね。2000万俺は一度見たことない。やばくないそれ。2000万だよ、2000万。合流するわ、2000万拾ったら。ああ、2000万拾ったのどうすんのこれ。何すんの2000万で。お、なんだ、何でも拾える。関さん死んだ。頑張れ。奥奥奥奥、出て左、出て左。いるいるいる。バレた。オッケーオッケー、気づかれたわ。関さんの死体、関さんのドクタグは俺が拾うからな。それレアです、レアだよ、ドクタグ。え、これどうやってあれすんだ。あ、これか。帰り道わかるだろうか、タカ君。なんか爆発音したんだけど。頭の子、頭に戦ってる。うわっ、あー、え、あー、ガチ装備おったな、ガチ装備おったな。はい、まあまあ、ここはね、ちょっと今回探索だから。はい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 、うん、まあ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 、まあ、なるほどね。2人いたわ。あ、2人いたんだ。うん、奥の人がちょろって顔出した後に、うん、手前からなんかゴリッゴリと装備の人出てきた、うん、マジかよ、ロストかよ。まあ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 、7万の時計手に入れた時点で勝ちだよ。あーあーあー、なるほどね。いやー、これ悔しいな、あんなに一生懸命持ってったのに。命重くない？